リュウジ君、ヒロミ君、エグザイルトライブとうとう終了しましたね、はい、初日と最終日来ましたが、はい、最初から最後までステージに釘付けでした、はい、2人とも見るたび歌もパフォーマンスもレベルアップしていますね。次の時代へしっかり2人の思いが伝わってきて聞き入ってしまいました。ありがとうございます。次回のライブ楽しみにしています。お二人に質問ですが、はい、今回のツアーでやってもうたということはありますか。これからも2人を応援しています。2人とも夏バテには気をつけてくださいねというメッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にもメールいっぱいいただいてますけども、はい、次の時代へのお話は結構いただきますね。そうですね、2人で歌ったやつが、うん、どうですか歌ってみたあの曲を。もともとあれですもんね、うん、あの曲自体は、うん、こうやるのかやんないのか微妙なラインだったんですけど、そうなんですね、実はそうなんですけど、はい、まあでも本当にそれを、まあ、自分たちがこうやりたい思いもあって、そうなんですよね、ギリギリのところでこうやれる感じになってですね、はい、自分たち2人からにしても本当に深い、うん、意味のある曲だし、ね、やっぱりアーティストさんが作詞してくださったってことで、うん、本当に自分たちにとっても大切なバラードなんで、そのバラードでこういう意見をたくさんもらえて、うん、本当に嬉しいです。もう僕初日とかファイナルとかも泣きそうでしたもん。自分もです。僕の気持ちがすごく乗ってる、それを伝わっていただけたら嬉しいですね。はい、